上田方向だと思われます。浅間がここら辺の立科山方向だと思います。八ヶ岳に富士山方向、南アルプス方向、中央アルプス方向、ここに霧がたまに晴れると諏訪湖がうっすら見えます。で多分御嶽方向、乗鞍方向、北アルプス方向、で山頂でも連月筋が開花が始まっていて、こんな感じでしょうかね。でこれがまた別のツツジだと思います。ちょっと名前わかりませんが、葉っぱが連月ツツジとは違いますね。今山頂に2人います。登ってくる時には4人会いました。八島湿原には大勢の人が入ってますが、やはり鷲ヶ峰まで登ってくる人はそうはいないようです。